マルコ・ブラッチは、イタリアの男子バレーボール選手、指導者。フチェッキを出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元イタリア代表で、イタリア女子代表のコーチを務める。1981年、カステル・フランコのジュニアチームから、セリエ B ・カステル・フランコを経て、1987年に、セリエ A ・パルマへ入団。パルマでは3度のリーグ優勝とコッパイタリア優勝。 セブカップ優勝を飾り、当時のイタリア代表であったアンドレア・ジャーニと共にパルマの黄金期を築いた。1994年に移籍したモデナにおいても、二度のリーグ優勝とコッパイタリア優勝を飾り、ローマ在籍時の2000年には自身にとって六度目となるリーグ優勝を果たした。2001年から在籍したマチェラータでは2002年、 欧州チャンピオンズリーグの優勝を経験した。1988年5月6日、ルッカで行われたフィンランド戦で代表デビューを飾り、2002年に代表を退くまでイタリア代表の歴代3位にあたる通算347試合に出場。1990年代の世界選手権3連覇、欧州選手権で4度優勝のほか、1996年、 アトランタオリンピックで銀メダル、2000シドニーオリンピックで銅メダル獲得に貢献した。現役引退後の2006年、イタリア女子代表のチームマネージャー、トレーナーに就任。2007年、欧州バレーボール連盟主催の現役引退選手による欧州選手権に、旧友のアンドレア・ゾルジラと出場。40歳から50歳までの部門で、イタリアチームの優勝に貢献した。 ありがとうございます。